当曲は1948年に早坂文雄が作曲した管弦楽作品である。全2楽章である。計演奏時間約32分。2単調。作曲者は人間の愛切さ、誠実さ、詩情を通して大きな発想を持って自由に出したかったと語る。演奏時間約22分。遍路長調。作曲者は東洋人に潜んでいる明るい快楽的性格、ダイナミックな近代的性格を結合してみたと語る。演奏時間約10分。第1楽章の主題は1940年に早坂が作曲したピアノ曲集、子供のためのピアノアルバム第1集の第5曲目として書かれたポートレートと同じ主題であり、早坂はこの主題に愛着があったとされている。ポートレートは1939年に亡くなった弟、京吾の写真に触発されて作曲した。さらに1948年、早坂自身をモデルにして制作された佐伯清の監督映画虹を抱く処女で肺結核の主人公の作曲家は交響曲虹を完成させる。この曲がピアノ協奏曲であり、実際のピアノ協奏曲の一部が使われた。1948年、日比谷公会堂で東方交響楽団によって初演された。ピアノは梶原寛、指揮は上田均。2005年ナクソスの日本作曲家選集より音源化されている。ロシアフィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ピアノは岡田博美、指揮はドミトリー・ヤブロンスキー。他に、作法の舞と右法の舞、序曲2調も収録されている。ありがとうございます。